今回は IP アダプタの Face ID モデルを利用して同じ顔の AI 美女を生成する方法について解説します。この動画を最後まで見ていただければこのような同じ顔の AI 美女を生成する方法を理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。Conf UI で IP アダプタを利用するにはカスタムノードと呼ばれるエクステンションを利用します。カスタムノードは コンフィユー UI 専用のアプリのようなものだと考えてください。この解説では、コンフィユー UI で IP アダプタープラスという名前のカスタムノードを利用しています。それでは早速、コンフィユー UI を動作させていきましょう。この動画では、このソースコードを Google コラボを利用して動かしていきます。もしも、ここまでの解説で、コンフィユー UI、Google コラボというキーワードがわからない場合は、 解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中から、ファイルを選択して、ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、 名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中からランタイムを選択して、表示された項目の中から、ランタイムのタイプを変更を選択します。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。ハードウェアアクセラレーターは、T4 GPU を選択しておきます。T4 GPU は、 無料版の Google コラボでも選択できます。しかし、無料版の場合は、リソースの割り当てが保証されていないため、処理の途中で強制的にコードを終了させられることがあります。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、Conf UI のソースコードを実行するための準備が整いました。 それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、インストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら、Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。 この処理には5分以上かかると思います。しばらく待っていると、このようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると、Conf UI の画面が表示されます。画面が表示されたら、設定ファイルを読み込みます。この解説では、あらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますので、そちらをご利用ください。概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、 利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したらこのようなファイルが表示されると思います。この中にある Workflow.json と書かれているファイルを Conf UI の画面にドラッグドロップします。ファイルは何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたら、ロードイメージという名前のタイトルのブロックに写真をアップロードします。これで、同じ顔の AI 美女を生成するための準備が整いました。次に、生成する枚数を指定します。エクストラオプションズにチェックを入れます。そして、バッチカウントに生成したい画像の枚数を入力します。今回は、 8枚の画像を生成させるために8と指定しました。最後に Q プロンプトボタンを押して画像の生成を開始します。これで動画の生成が開始されます。生成処理の状況はブロックの表示で確認できます。緑色で囲まれているブロックが現在実行されている処理です。処理が完了すると囲んでいる緑色の表示が移動します。 画像が生成されるまで、しばらく待ちます。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、同じ顔の AI 美女が生成されています。このように、IP アダプターの Face ID モデルを利用すると簡単に同一人物の画像を生成することができます。ぜひ、お試しください。それではまた、別の動画で。